ヤンググランプリですけど、ヤンググランプリには、イニシャル N の選手は3着以内には来ないというジンクスがあります。中川くんが1回、2回、3回、成田くんが1回、2回、あの永井くんも1回、2回、そして昨年の新田くんも、5着ですね。今年大本命の新田雄大くん、やっぱり今年も4着以下になるでしょう。